い、こんにちは。ニアの小林と小林です。二人合わせて小林だ。今回なんですけれども、大阪で車中泊のできるスポットがあるんで向かっているところです。僕ら大阪に今住んでるんですけどね、まあ大阪で車中泊できるとこほんまにないんです。ないからもう諦めようかなと思ってたんですけど、あったんで今向かっているところ、大阪府の東大阪原津のラグビー場とかがあるところなんですけど、でも1泊3000円安い、かなり便利なところにはあるし、ちょっと今回行ったらと思いますんで、 Let's go。Let's go。 え、何？髪切りましたよ。何ですか？はい、髪切りました。なんかちょっと帽子の入れ見てよ。あ、あとないいよ。ありがとうございます。どうですか、似合ってますかね？そっちの方がいい。まあ、うん、ありがとうございます。これ直していただきましてありがとうございます。あ、すぐじゃない。似合え。前にあれを置けへんかな。あれって何？コンプロセブン。あらへんかったね。あったと思って。持ってきたよ、これ。なんか、いや、なんか開けてよ。そんな俺だけ人間。俺は開けれねえだろ。ああいうとか、それ止めてくれ。はい、これ。俺は開けれねえだろ。おめえが開けるんだろ、それは。わかんだろ。え、商店街とかあるやん。うん。いいな。うん、好きやな、私は。何回も同じ店行って、店の人と、どうも、みたいな。どうも、みたいな。今日も来てくれた、みたいなって。そういうのが好きやな。知ってます。はい、ここです。この緑のとこ、はい、へぇ、到着しましたんでね、早速行っていきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。こんな感じになってるんですよ。周りは駐車場で、ここ1区画だけキャンピングカーが止めれるスペースになってると。もし危ないとテント張っていい？あかんじゃん。で、ここはあ、こんな感じになってて、こんな感じになってると。で、電源と水道があると。とりあえずなんかね、温泉施設にチェックインしなきゃいけないみたいなんで、そこ行ってきます。というわけでね、RV ステーション、ユートピア、東大阪のところに着いて、受付済ましてきました。受付済ますと、こういう駐車場止めていいですよっていう車に乗せるやつとか、これをつけて入ると、手洗いとか24時間いつでも利用可能です。女性は最高だよね。俺みたいな、もうすぐに下痢になってお腹冷える。安心してトイレできるじゃないですか。温泉施設もあるんで、めちゃくちゃ良くないですか。 AC 電源無料です。で、3000円ですよ。コンビニがまるで 100m ぐらいのところにあります。で、コインランドリーもまるで 50m のところにあります。純喫茶もあるんで、朝モーニング食べてみたいなこともできるんちゃう。すごいな。 USJ 行こうとか、南とか北行こうとか思ってる人とか、ここでちょっと休憩して翌朝出発していってもいいかもしれないですよね。うん、十分。さっきの電源なんか設定しようか。一応ね、住宅街になってるんですよ。あんまり大きい声出さない方がいいですね。これ電源届かんやん。毎回これ意外と届かんとこ多いな。オッケープラス23、イエー、充電できます。電源も確保できてるし最高やな。風呂も一人やったら無料。めっちゃいい場所見つけてもうだ。これぐらいの設備整ったとこがさ、うん、市内にあったらヤバくない？あったらな、行くのにな。大阪市内でこういうの作ってほしい。作ってほしいな。ちょっと休憩しますね。また車中飯するやろ。車中飯するんでよろしくお願いします。では買い物行ってきましょう。あ、でも車の出入り自由なんで、ずっと止めっぱり3000円で、え、それだけでも安くない？そもそも。そうやな。今から早速買い物行ったりしていきましょう。 Let's go。はい、というわけでね、ラムーって言いまして、超安くて超広くて安心して買い物できますよ。RV ステーションから15分ぐらい、
着いた。着いた着いた、ラム。最近私らの中でブームやんな。ブームやな。車が乗れるから。24時間営業って思うといいよね。うん、はい、じゃあ今から向かっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ここに帰らへんの？帰りません。ゆかちゃんを感動させるためのスポット、東大阪市役所に行きます。なんで？転入届出しに行くの？いいとこあるんすよ。目的地です。はい、というわけで東大阪市役所こちらです。高いでしょ。高っ。タワマンみたい。タワマンみたいでしょ。うん。今からここでします。東大阪に来たらね、花園ラグビー場とかもあるんですけどね、ここはここに来てほしいなと。何？夜景ですよ、ゆかさん。へえ。ものすごい綺麗な夜景が見れるスポットなんですよ、ここ実は。見てください。東大阪市役所の22階の展望台の方に向かっていきましょう。結構高いな。さあ、どんな感じでしょうか。楽しみですね。楽しみね。撮影スポットなん、ここ。撮影スポットですよ。へー。ここから行きます。どうぞ。22階ですからね。さあ、ゆかちゃん向かってますけれども、初めて行く。着きましたよ。はよ。はい、行ってください。すげえな。はい、東大阪すごいな。ドアが開きます。そこのジャンクションかっこいい。今撮ってるあそこが狙い目やな。めっちゃ綺麗やん。そうやろ。どう、このとこ連れてくれる俺。うん、やばない。かっこいい、かっこいい。大ちゃんかっこいいということで。よかったな。よかったな。どういうことなの。よかったなってよかったな、かっこいいって言ってくれる人がいて。はい、こんにちは。にゃーの小林、なんでやねん、なんでやねん。東大阪市役所からの夜景ですよ。ここは東大阪ジャンクションですよ。これね、うん、阪神高速と近畿道がこうクロスしてるっていう大阪の大動脈ですよね。めっちゃ映えてんで、なんか歩いてや。 PV PV。 PV ごっこ。アーティスト太一、アーティスト太一、太一モード。何それ。あの方向も見れるんですけど、一応指定できるスポットはこっちなんで、まあ、今タイちゃんにピンと当てて、うん、雪がボケてる感じでめっちゃ映えてるね。そうやろ、うん、Get what that does 一人では誰のあつとも不意だ。 Get what that does。 こういうことができる。一人来た、一人来た、え、一人来た、一人来た。さあ帰ろうか。というわけでね、アルベステーションで、ね、もう帰ってきました。ちょっとこんな真っ暗で見えへん。お腹空いちゃったんでご飯を食べていきたいなと思います。これ見てください。タイ、刺身用のタイです。これを使ってタイ飯を作っていこうと思います。イエイ、タイ飯ね。というわけでじゃあ作っていきますか。もうはい、もううるさいですか。はい、じゃあ、てってれてれてれてってってん、てってれてれてってしようや。タイ飯って最高だよね。ゆかちゃんは？最高。最高。いや、何号？なりましたよね。こんな感じで。私2杯で。もうそんなんで。こんなんで。タイちゃんは、なくなった！で、これがまだあると。もうこのタイをね、もうここに入れておくんですよ。ポーンって。で、タイ入れました。で、次、水。もうこんなんやろな。白だし。もういいちゃう、もういいちゃう。濃い？いや、分からん分からん。もうこのまま閉じちゃいましょう。これほんま便利、この炊飯器。よし、はい、できました。はい、これは炊き上がるまで待っていくんで、刺身でも食べますか。もう飲みたい、飲みたい。あ、わさびないんちゃう。ついてない、ついてないっぽいぞ。
今の顔映してよ。じゃあ乾杯しますか。はい、じゃあお疲れ様でした。今日もありがとうございました。乾杯。乾杯。ブリ。いただきます。うん、どう。どうぞ。サーモンいっていい？いいよ。うん、うまっ。運転することがないから安心してお酒飲めるね。うん、あ、綺麗やったな。どれぐらい綺麗だった？エジプトぐらい。どう思います？どういうことですか、エジプト。できてるかな、鯛めし。行きましょうか。オープン。めっちゃうまそう。そう、なんていうんですかね、香りがね、まあ、とにかく今もうすんごいことになってます。どうやったら伝わるかなと思うんですけど、ちょっと伝え方がわからないので食べていきたいと思います。すいません、ガチャンから食べてもらっていいですよ。レディファースト、レディファーストですから。タイムシュファースト。めっちゃほぐれてますやん、みー。こういきたいの。ああ、そういきたいか。熱そうやな、無理かも。むっかうまい。やばい。うまっ。見てくださいよこれ。ね。これだけ。怖いねんけど。うまい。褒め方。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさま。お疲れさまでした。そしたらちょっとえらい散らかってますね。こうやってきれいにね、掃除しておくことでね、後で使う人が気持ちよく使えるようにね、きれいになりますように。よいしょ。きれいになるのが一番やからね。もう汚れついてる。これで後で買う人が気持ちよく使えるでしょ。誰？リカちゃん。これリカちゃんが傷つけたやつです。この女やらかしましてね、やらかし女ということになっております。要注意人物になってます。壊し屋、壊し屋ゆかさん。はい、じゃあね、綺麗になりましたんで次は僕が綺麗になる番です。美しいタイちゃんをご覧いただきたいと思います。お風呂に行きましょう。レッツゴー。顔やばいやん。そんな動くんや顔。動くのが普通、動かへん方が変。ちょっと今からね、お風呂に行きたいなと思いますんで。ユートピア、ユートピアの方。これだけ持っとくと24時間お手洗い可能、まあ、歩いてすぐのところにコインランドリーで、向こうにイレブン、はい、すぐで、もうすぐこっち、ユートピア、ユートピア光って見えにくいけど、うん、見える。コンコーランド、オッケー。じゃあここに、はい、じゃあ今から行ってきますんで、ではまたね。はい、お疲れ様でした。お風呂最高やね。うん、最高やった。めっちゃゆっくりできるお風呂でした。まあ、今日はちょっと人少なかっただけかもしれへんけど、とにかく気持ちよくなりましたんで、まあ、この後ちょっと作業はあるんですけど、まあ、ちょっと仕事してもうそのまま寝に入ろうかなと思いますので、おやすみなさい。バイバーイ。はい、おはようございます。おはよう。最高な朝だね。ね、すごい晴れてて気持ちいいね。朝になりました。イエイ。もうここ17時にチェックアウトしないといけないんですけれども、今現在10時10分でございます。ね、で朝
朝ごはんをね人類は食べてますので、僕らも人類なので朝ごはんを食べたいと思います。カレーパン、そフレンチクロワッサン、カプラテでございます。で特に今回はこのカレーパンをね、今まで失敗したことがないです、このルックエさんでね。あのあくびしとんねん、人がいい話しとるときに。このカレーパンね、そもそもこれで完成してるじゃないですか。僕がもう小学校の頃からありますよこれ。もう完成してるんですけど、このようにですねこうしちゃって、ちょっと潰しつつ焼いていくと。でその間にこれカフェラテ、タイちゃん特製カフェラテ、はい、ゆかちゃん、ありがとう、ね、旦那の作るカフェラテ最高やね、うん、よかったね、うん、はその薄い反応、えらい薄い反応してまんの朝から。で乾杯しましょう、乾杯、はい、ありがとうございます、はい、乾杯、はい、お疲れ様でした、はい、本日もよろしくお願いします。おいしい、おいしいね、タイちゃんのカフェラテ、おいしい、ラムーで調達したフレンチクロワッサン、やっぱね、フレンチクロワッサンっていうのはね、やっぱフレンチなんでしょうね。あ、もう開いてますよ、袋が。そしていい香りが、ほら、ほらほらほら、いいね、あ、めっちゃいいね、これも焼きたいな、焼きたいこれこそ焼きたい、むしろこっちの方がいいおかしいで、顔、ゆかちゃんの顔おかしいで、ゆかちゃんの顔今おかしいことになってますよ。どんなどんな顔してんし、できた、カレーパンのええ顔してますわ。では見てみましょう、オープン、てれてん、おいしそうな、おいしそうやな、これこそ焼きたい、おいしそう、あ、音聞いてください、熱いうま、すんごい甘いね、キャラメルみたいな、これは楽しみですね、オープン、テレテン、まあこれさ見た目潰れてるだけおいしい、おいしい、なんか朝から食うパンって感じおいしい、食べへんのまだ、何してんの、やばいやん、食べへんのまだとか撮影してるの、何してんの、冷めんでいいカレーパン、はよ、カレーパンあったみたいおいしいな、フレンチトーストの方もちょっと言ってください、食レポお願いします、うん、美味しい、美味しい、朝に食うパンって感じじゃないごちそうさまでした、はい、今回なんですけれども、大阪府の東大阪市にある RV ステーションユートピアというところで車中泊していきましたけども、冒頭でもお伝えしましたけどね、大阪は車中泊できるスポットが少ないので、大阪の南北そういった中心地の方までもだいぶ近いところ、すごい便利な場所にあるかなってことですよね。 USJ 行きたいなっていう人とか、前泊でここに来てこっから USJ 向かってもいいかなと、1時間もかからずに着きますんでね。とにかく車中泊旅する上で必要な施設とか設備とかが整ってるっていうのが一番でかいかなと思います。トイレとか電気とかお風呂とかコインランドリー、コンビニとかって近くにあるとだいぶ便利なんで、これはすごく良かった。自然好きな人はきついかもしれない、駐車場のど真ん中に止める感じなんですよ。なんかライトアップされてるんで、ドア開けた瞬間ステージの上に立つ感じ、なんか来日したビートルズみたいな感じ、誰も気にしてないと思う、まあ、防犯対策で光が照らされてるとかあったりすると思うんで、いや帰りましょうか、うん、ちょっと最後チェックアウトする手続きしなきゃいけないんですけどね。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。ではバイバーイ。